ちは入れぬ。あ、いた。あ、怖い。ちょっとホラーに感じるからやめよう。あ、お前らは本物なん？おっそすエデンゲート、ジ・エッジ・オブ・ライフ。こちらのゲームをプレイしてみようと思います。マイクロペーサー、どうぞよろしく。ということで、こちらのゲーム、2022年11月発売となったゲームでございます。パソコン版をプレイはしてるんですけれども、プレイステーションでも、どうなのかな？海外では発売、されてるのかな。日本でも発売予定なのかもしれませんけれども、現状パソコン版でのプレイということになります。ミア・ロレンソンは無人の病院で目を覚ます。一体ここで何があったのかっていうようなお話なんですけれども、何やらちょっとコロナの時に開発されたゲームなようでして、そのコロナの時に感じた不安だったり孤独だったり、そういった部分をなんかゲームの方に込めたみたいな、そういったコメントを見たそんなゲームでございます。ということで早速参りましょう。はじめから。エデンゲートコミュニティなんちゃらって書いてたな、今。あ、子供、これは、あ、キーかな、今の。おはようございます。まあまあリアルです。無人の病院で目を覚ますって言ってたよね。お水、すっとお水を飲みましたけど、今自分がなんでここにいるのかは理解してんのかな。あ、足重たい。回らん。ん、何のバンドや。 ML。 ミア・ロレンソンっていう名前やからイニシャルかな。はあ、うん、A ボタン、うん、ミア、OK。え？How did I end up here？ 自分の名前すら？お始まりですね。カメラ動かせます。こんにちは。さっさじゃなくて、これが私でございますね。病院です。飯食ってるのあります。なんかいろいろつながれてた感じやね。グラフィックはなかなかに綺麗ですね。ハロー、こんにちは。あ、こっちにも誰かいたんか。んカクカク、ちょっとカクカク、あ、ちょっとカクカクカク、んーカチャッと、
ちょっとカクつきが気になりますので、ちょっとオプションいじっていいかい。少々オプションいじりますよ。はい、これでどうかな。とりあえずやっていきましょう。ここは入れない。走る、ズーム、 R、 あ、スティック押し込みね。あ、走る。小走りです。思ったほか早くなかったです。何かから逃げたりとかそういうのは特にないんかな。どうも、なんかあるで、お手紙。ん、なんじゃこら。これがなんかヒント。治療法は、治療法は大変やな。2回も、いや何回も書いてるわ、よく見たら。なんか微妙にパスワードっぽいの書いてたりせえへん？ちょっとかすれて読めへんけど。関係ない？一旦病院から出ればいいのかな？他開く部屋とかなさそうよね。小走り。なんかいっぱい散らかってる。ん、無人、お、誰？下向いてる子供的な感じ？向こう行こう。なんか光ってる。これ持て、持てってか？違うな。ああ。なんじゃこら。ズーム。あ、ズームでした。なんでしょう。なんか湯気めっちゃ出てるけど。湯気？湯気なの？これは？ Where is everybody? みんなどこ？無人の病院。あ、なんかちょっと見えるやん。受付どうやって入んの？この受付毎回またいでかなあかんの？奥にもドアとかないよ。大変。病院って大変ね。なんやこの湯気は。他は？ああ。一旦触ってみる？ん？湯気。お？お？お？顕微鏡。Sorry, Mia, but you should have known better. Pushing yourself too hard. リアム。Not listening to anyone. If you hadn't acted like you were smarter than everyone else. 君が周りを見下したりしなければ。Clear the way. Come on. あ？開きました。何にも記憶がないんやな、こいつ。めっちゃ怖いやん。バイオロジカルハザード。デンジャーってなってますけど。ウォーキングデッドの最初みたいになってない？大丈夫？ゾンビいっぱい出てきたりせえへん？そういうゲームではないって聞いてるんですけど。ハロー。ちょいちょい飯があるけどさ。ちゃんと飯は食っとんのよな、みんなな。ドライヤーみたいなのおってんで。手
て、こうなんか実験っぽいのあるよね、あれ。うん、エレベーター、向こう行く感じやな。特にインタラクトできるものはなし。行きます。は、エレベーター、お、渡り廊下。この渡り廊下はガラスあります？カメラがちょっとこれ以上下向かないですけど、あります？スカートやったらパンツ見え、丸見えのやつです、これ。あら、あれは？アート。うん、病院ですよね。あ、うん、お、飯はゲットできるのかい？あ、食べる気分じゃないのね、ごめんね。あ、誰もいねえ病院。カメラがあれやねんな、下の方向がこれ以上下向けへんねんな。エレベーター来る？来た。ちゃんと動いてはいるね。行きます。 B を押しましたけど。あ、おい、プリーズ。普通止まったらなんか助けて的な、あのベルを押すんじゃないの？いきなりこじ開けようとする？いきなり行っちゃう、いきなり。あ、そんなすぐ開いたわ。は？さっきと違う階には一応来たんよね、これ。今度こそ食べる気分じゃないとか、もうそれ以前のもんだよね。何の音？んー、またあそこにもやがありますぜ。俺もまた記憶が。はっ、うん、なんかやっぱ実験が、ああ、I have nothing more to say to you, Mia. Oh, you're not listening to me. I figured it out. 答えが分かった。Mia, right now, this discussion is over. うん。What, you think it's my fault? あの子供は誰なんや？すごく怒ってる。なんかバンドしてるから実験のその被験者的な感じなんかなとか勝手に想像してんやけど、そうじゃないんかな。ここ通れって言ってくれてる。はい、ゾンビは特に出てきません。なんか落とせば入りました。指示です。ブルースクリーンに、なんかいろいろ触れるぞ。付箋、ジョージ出版日、ジョージの出版日。なんかパスワード求められる。これはリアム、みんな怖いのは分かってる。怖くて当然。私もパニックを引き起こしたくないが、いずれ真実を公開しないといけない。でないと大変なことに。ん？ニコちゃんマークイコール太陽。クニオくんがやるピースみたいな視点で。ん？
他は触れるもんないよね。出版日どうたらって言ってんのがちょっと気になるな。なんかパスコードを、あ、ほら、パスコード打たなあかんじゃん、これ。あ、来たわ。出版日、あ、本あるやんけ。これを取りまして。患者の心理、ユング心理学からの視点、セバスチャン・ジョージ。ユング心理学ってなんか聞いたことあんな。出版日が、ああ、1978ってことかな。患者が語る病の体験とは何か。セバスチャン・ジョージ博士が物語に基づく医療について、生死の間をたどる思考を分かりやすく説明しています。現代心理学と世界のスピリチュアルに基づき、洞察力、ユーモア、知恵に満ちたこの本は、キャリアの分岐点に立たされている医療従事者に向けて書かれています。1978ね。回しとけ。1978。OK。そういうパスワードのヒントになるようなことをここに付箋で貼ってたら意味ないと思うで。情報漏洩で、おっと出た。待ってー、そんなに追いかける気ないんじゃない、お前。追いかける気あります？そればっかするな、さっさっさっさ。そんな右肩気になるか、お前。いやね、この辺はなんか明らかに何かありましたっていう感じの、ボコボコになってますって、なんかいろいろ。行きます、勝手にしゃがみます。うん、また病室、あ、あっちに、もやもやっと、もやっとノートパソコン、蒸気がすごい出てます。ああ、でたらめなこと、生きながら死んでいるなんてありえるの？明らかに死んでいるだろ。うん、わかんないです。生きながら死んでる、命の一部。やっぱでもミア、主人公自身がなんか実験する側にいたっぽいよね。でも記憶がなくなっている、それはなぜ？生きながら死んでるって何？これは何？デカメロン、ジョバンニ・ボッカッチョ、ジャスティン・プレスラー。14世紀のフレンツェで黒死病が流行し、7人の若い女性と3人の若い男性が人里離れた別荘に避難するところからデカメロンの物語が始まります。彼らは時間を潰すために1人につき1話を10日間続けて交互に語り合います。悲劇的なものから喜劇的なものまで、高尚な美徳から低俗な欲望まで、深遠なものから愉快なものまで、100の物語が自由に展開される。イタリア文学の古典として世界中で親しまれているデカメロンは、現代の読者が驚くほど身近に感じられる洗練された中世の暮らしを描いています。あれは使えるかな。あ、どういうこと、デカメロン。デカメロンって日本語？日本語の意味で捉えたらなんかだいぶいじってる感じの言葉になってる気がするんですけど。んー、デカメロン、なんかどっかで使うんかな。んー、さっ、病室が続いてますけど、うん、あ、デカメロンが好きそうな人、メッセンジャー、リアム・
ブレスマン博士、リアムがこいつなんかな。ベスタラボの所長が新たな病原体とその批評家に臨む。新たな病原体。人体実験に関する6つの神話。苦しい時代の記録の保管と共感。想像力の引き出し方。今の生活から抜け出そう。予約とお見積もりはお近くのクロストラベルエージェントにご連絡ください。リアム。ちょっとずつなんか思い出していってる？若干、そのコロナ禍に作られたっていうことで、まあ、ちょうど世界的にパンデミックになってる時に作られたっていうお話なんでね、今現在よりももっとコロナにビビってた時よね、世界が。あ、あっちには風船。あれは部屋の中やな。なんか気になるな。ん？ We'll miss you。 逃げたいと思っている君を責める者はいない。みんな逃げたいと思っている。なんでわざわざ風船？ちゃんとヘリウム入りの。病院でかない。めっちゃ病院でかない。ああ、研究施設？あ、水兵リーベイのやつやね。僕の船。七曲がりシップ。忘れたわ。シップス、クラークか、みたいな、そんなんやったっけ。今考えたら、すげえ覚え方やな。あれ、さっきなんか、触れる顕微鏡みたいなのなかったっけ。あ、向こうか。ってことは、こっちの部屋は元素記号書いてあれしかない。こっちデンジャー書いてますけど、バッジを使ってみよう。あ、開いた。バッジって何よ。血液サンプル。お、なんか思い出したらしいぞ。研究のこと。俺はまだ思い出してないぞ。いや、今週のパスワードを当てられるかな。元素に関わること。 BROS。 あ、なるほど。楽しい。その元素記号を見に行って、それに対応する元素番号を見てこいってことね。その能力不思議やと思わへんのかな、こいつ。手添えたらなんかいろいろ見れること。あめっちゃ怒ってる。you know the risks we're taking. あ、怖い。 That's exactly why you need to be reasonable about this. Then listen to me. If I'm right, we don't have much time. 何よ。あそこまでブチギレてる女性みんな怖いよ。BROS。それを、そこで見てこいってことだよね。面白いね。BROS。どれだ？ BR。BR？あ、BR、右から二つ目。臭素、ありました。BR。35。と、OS。真ん中。オスミウム。76。ってことは ?35、76。35、あ ?35、76。
せっかく俺が見てたのに先に答えよりやん、こいつ。30、うん、どこやったっけ、向こうか。35、76、なんて書いてた、今週のパスワード当てれるかなみたいな、なんかそんなこと言ってなかった、今週のパスワード当てられるかな、何やってんねんお前ら。35、76、 OK、 簡単じゃ、まったくなめた科学者やで、遊んどるで、情報漏洩しまくるぞ、パカッチョ。あ、換気用の空気を送り込むダクトじゃないのこれ。ってことは下がやばいんじゃん、下に空気を、ですよね、下行けってことですよね、行きますわ、しゃあないな。うん、ちょいちょい単価やらなんやらあるけどさ、グラフィックは綺麗ですよ。あれ、いや違うな、こっから上に空気を送り込んでたってことか、そういうこと。うん、元気出してね、ありがとう。俺宛てじゃないと思うけど、顔を出せなくてすまない、仕事が忙しくてな、落ち着いたらオフィスから出て会いに行くよ、元気でな、クリス。誰やねん、バカ。ああ、おっ、もうちょっとホラーに感じんのよなこれな、なんか持ってんのよなあいつ、なんやあれ、沼イカ落とすなんや、あーとことと、ことクリスはバイオのクリスとか勝手に出てきたりせえへんよね、うわブラックライトかな、すごいです、うっち、あびっくりしました、ホラーゲームじゃないって聞いてるぞ、消毒終わり、うん、汚ねえなみんなな、これはなんじゃこれ、 Leave me alone、 ナイス、何がや、ん、私から一人に、ん、一人にしてってことよね、あーワンちゃん、わー、勝手に見ちゃってるけど、その調子でまた今度、わー、なんかちょっとでも透けてる、大丈夫、ん、更衣室でそんなのを見て、また本、仕事をしながらゆっくりゆっくり料理、簡単ヘルシー美味しい、ソニアシェンコップ、なんか宣伝させられてんのか、一人暮らしでも美味しい料理が食べられる、鍋と簡単なレシピがあれば美味しい料理があなたを待っています、のんきやなこいつな、これは使えるかもとか言ってちょいちょい言うてるけど、そんな状況なんか、今記憶ないんでしょ、汚ね、もうちょっと掃除しようしな、うん、うん、どっち、へい、うん、わ、せっかく準備をしてきたのに心苦しいですが、リアムとナタリーの結婚式を延期することになりました、皆様には深くお詫び申し上げます。新しい日程が決まり次第お知らせします。それではお体に気をつけて。L&N。リアムとナタリー。いいねじゃないよ。その辺もあれかい？コロナパンデミックをなんか彷彿とさせる感じになってるのかい？
ここだけ引き出しを開ける不思議。なんか出てきた。バイクレスティンスカル。コレクションカーズ。カード。今使う感じじゃない？何のための？俺はミアやからナタリーじゃないもんな。リアム博士はあのハゲてたやつよね。お、あ、は、入れるかな。あ、ババーン。あそこ書いたんか。さささ、開いてる。なんかあるか。普通に通り抜けれそうやぞ。へい。お、ちょっとなんか雰囲気変わったで。動かせるかも。押してー。これ動かせるかもってそんなん言い出したら、これ乗り越えられるかもがめっちゃあるけどな。 OK、 よし、さあさあさあ、外に出れる感じかな。はっはっは、これ動かせるかも。間違った、ここ通れるかもでした。信じられない。どの状況が、どの状況が今さら。地下なんかな、ここ。どうなんやろな。いや、でもなんか空気送り込んでんのは、そのバイオハザードエリアの空気をどっかに逃がしてるって感じなんかな。なんか急にこまめにセーブが入ったぞ。これ外に出れる？またこんなところに置いて。エデンゲートコミュニティホスピタル。記憶の中でもタンクトップなんや、こいつ。No, just her. We have an office inside. We do some work on site. ロレンソン。You're lucky they're even letting us in right now. This place is a disaster. なんかサインしてるな。The city's going to be a disaster. Don't catastrophize. I'm being realistic. ロレンソンしかちょっと見てなかったけど、ミアって書いてた？ミアって書いてるよな。自分のサインよな。エデンゲートで不安が広まる。真相やいかに。エデンゲートがなんか、どうなん、こいつが関係してんのかな。なんか変な能力こいつが持ってたりとか、そういうわけでもないでしょ今んとこ。押し押して、はい、押して。あ、あそこ行くための、いや違うな。どっちからでもここに来れたってことか。
ここやね。あ、バッドブレイン。なんか嫌やな。あ、そんだけ？あ、そんだけ？ここら辺でパソコンいじってなんかドア開けてとかそういうやつじゃなくて？あ、もう行けんのか。あ、外やん。やっと着いた。遠かったね、外来るまで。外に人はいんのか？ふん。ぬぬぬん。おら。普通に？普通に出れた感じ。あ。何が？ああ、なんかすごい感じになってるね。パンデミックで街がここまでなっちゃいました的なのを表してんのかい？ちょっと。こっちから行かなあかん？いや、行けないな。ん？どっから出んの？ん？の、あ、ここね。細いとこ。Hey. うんうん。Anyone? 誰か。誰もいねえんですかい？アイアムレジェンドかい？トゥ。ん？これ。こんな場所にいたくないけど他に選択肢はない。ん？リサーチフェイル。This is not life. はあ。信号がでも点滅信号としてついてるから電気は全然あるのよね。から進めない。向こうですね。あ。公園の中も入れそうやけど、向こう側もなんかでもちょっと行けなかった？ん、ここ通れるやろお前。さっきの感じだったら通れるやろお前。あー、行けねえか、なんもねえか。じゃあその公園の中入ります。ポジティブな感じで、マリオみたいな感じで行くね。 Here we go 言ってたね。うん。崖っぷちの人生、近日公開。映画の宣伝。公園で何すんだ。あ、湯気あるで、湯気。これは実際にあるモニュメントかなんかなんかな。思い出し。I have a right to be concerned, Mia. I said it's a personal decision. That's exactly the problem.We're dealing with something unknown. It's risky. またその格好でいる。Well, I accept the risk. I need to find the answer. Otherwise, don't take this all on yourself, Mia. Mia, wait. Huh? I have work to do. うん。全然まだ何残っちゃいそう。ポテンシャル。エナジードリンク的な感じなんかな。あ、ここ。いや、ここ通りんだ。さっきのところも通りだでしょう。なんかあるぞ。
あ、動かせる。別にアイテム拾ったりとかは全然せえへんのよな。それにこっち行くんか。すごい、でも街封鎖の封鎖の。研究を続けないと。超絶パンデミックやで、こんな。あかんない。なぜ病院に自分一人だけ、誰もいねえのはなぜ。バスの中から入るやつね。ああ、ゲームあるあるやね。で、パシャコン。コンビニ。取ります。ボロボロやん、コンビニも。なんかさ、棚、こんなに棚を寄せる意味ある？意外と。ほんで食べ物残ってるしよ。ってことは食べ物とかで困る前にみんないなくなってるってことでしょ。なんだろう。これは？ That's the thing, Mia. I know you might not see it this way.私はあなたがラッキーだと思ってる。誰？あ、お前がナタリー。どうしたい？はあ、じゃないでしょう。それは確かに。セキュリティ起動。コンビニからどこに向かってんの今。は？隣のラボの研究員を頻繁に見かける。ここでお菓子やプロテインバー、エナジードリンクを買っていくようだ。夜遅くに来る研究員もいる。彼女はいつもお腹を空かせていて、まるで何日間か絶食していたかのような表情をしている。話を聞きたかったが話しかける勇気がなかったよ。彼女は一体何と戦っているのだろう。すげえ俺のスケッチされてるやん。怖っ。ストーカーやで。あら、あ、すげえ名前来ました。外？うん、これで入れるわ。入れるわ。え？病院に戻ったりする感じ？もうちょっと押して。うん。ベスタってなんや。研究施設かなんかに入っていってるね、これは。コンビニからしか行けへんかったんか。わあ。またコードが必要な感じかよ、これ。オンラインじゃない。ああ、なんか地図あるわ。これまた広い感じですか？何ですかこの機械？あ？もう一回。すごく消毒された。私たちの安全を守ってくれて感謝します。朝方まで研究を続けていると聞きました。あなたはこのラボにとってかけがえのないメンバーです。こちらをお礼として受け取ってください。ブリスバン博士。ん？お礼。あ、このお菓子？チョコロックス？でか。
あ、開いた。こっちでいいよね。オンラインがどうたらとか言ってて、向こうは扉開かへんかったもんね。当たったらあかんやつこれ。おお。いや頑張ったらこれいけそうやぞ。ダッシュしたらいけそうやけどな。いつもこれね。ささ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 。思い切っていたらいけると思うで。あれなんかもう一個。丸って出てなかったさっき。んー、ベスタ。一体ここで何が。長い一週間が終わった。ん、検証と春は近い。ウルサリンハイツ、エミリー・ブロンテ。んー、わかんない。鏡に私映らない。わかんない。ここしかわかんない。あれ、あ、これがあるってことは、ダクトどっか入る的な。ん、それかなんか割れてるとことかある。ん、これを多分どっかに動かすんよね。どこに。ダクトってどっか空いてる。ん、ある。俺には見えてへんけど。おや、なんとなくあの奥の方もう出てみようか。この辺、これで。いや、なんかせっかく階段になってんのよなこれな。だからどっか登るんじゃないのって思ってんやけど。あれ、俺こっから来たんじゃなかったっけ。え？これを人間じゃなかったら感知せえへんってか、あれが。あら、いけるかも。ぬーん。いや、それがいけんやったらさ。え？ファッて飛べばよかったんじゃん。もう、ぶち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 。オーライ。なもんか。あれ、こっちに来ただけ。あ、違うわ、全部開いたんか。こっちは、こっちはまだ開かない。こっちはね。人間自体はでもまだ見てないぞ。同意書、 IRB 補足、病歴、リアムに提出、新ドキュメントプロトコル、研究員にアップデートを報告、特にミア。俺はじゃあ研究員か。ん、研究員はこんなタンクトップスタイルでいいんかい。こっちは入れぬ。あ、いた。あー、怖い。ちょっとホラーに感じるからやめよう。あ、お前らは本物な。お前らは幽霊みたいに消えてくれるわけじゃないの。と、撮りますね。あ、ちょっと
あ、ちょっと。ああ。なにこれ。おい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 。なんじゃあれは。ってことで、一旦ちょっと、セーブも入ったみたいなので、まずはここまで。この続き、また次回、プレイしていきたいと思います。どうなっていくんでしょう。それではまた。よろしくどうぞ。